全国のの皆さん、こんばんこばは、元ヤクザの G です本日のお話は「三代目竹内組おゆうろつき容疑とは何や計画が狂ったそしてわしまたギャンブルに負けた」について語らせていただきます。 元若い修行、本日は何の話をしようかと迷ったが、とりあえず先日の続きの三代目竹内組の話でも紹介の、その前にとても大事な話をあんたにしとかなあかんのよ。じいさんよ、あんたの大事な話はだいたいいつも頼み事が多い、大事な話というより何度またわしに頼み事をしたいということでんな、その頼み事とは一体なんや、ちなみにわしにもできることとできんことがある、そのことを踏まえた上でわしに話をしてこいよ。元若い修行、備えい怒らんでもええがな。 実はな、島田の兄貴の嫁さんであるみきちゃんが、妊娠検査薬をした結果、やはりおめでたやったらしいわ。そこでやな、この前お前に頼んだあの三百万の話やが、今すぐに用意したってくれんかね。じいさん、やっぱり妊娠してましたかそれはよかった。わかりました。本日わしが三百万用意します。元若い週よ、なんですと、お前三百用意してくれるの、それは助かった。ほんまによかった。わしここ数日ほど悩まされとったんや、まじ危ないとこやったわ。じいさん、 それは助かった。ほんまに良かった。マジ危ないとこやった。とはどういう意味や。あのですね、うちの組長があれこれがこれこれで、お前の車を売れと言いやがった。だがわしはあのミニバンだけはどうしても手元に置いときたい。このわしの切ない気持ち、お前やったらわかってくれるよね。そういうことか。ようやく話の流れがわかった。だがあんたよう考えたらミニバン以外にも、確か奈良の社長からプレゼントしてもらった。プリウスがありまんがな。ミニバンを沈めてプリウスを乗っといたらええんとちゃいまんのか。 それがですね残念なことにあのプリウスは、帝都圏以いや、ここだけの話プリウスを担保にある人から100ほど銭をつまんでもうての、このような理由で今わしの手元にプリウスがおまへんねん。もしよかったらこの再300万、と言わず400万用意してもらって、ついでにわしのプリウスを取り返してもらうことは可能かね。あんたもしかして、その100でまた一発勝負をしたな。わが若い衆お前の直感は鋭いの、わしの話を聞いてくれるか、あれは忘れもせんちょっと前のある日のことや、わしはこの日朝から G 農園で。 農作業をしとったんや。アンジャーラ、神様とちゃうんか、あなたは蛇の神様ですか。 わしは生まれてこの方、見たこともない人面蛇が、にょろにょろとわしの前に姿を見せよった。これはひょっとしたら神様ではないか、と思ったわしは、すぐさまある人にプリウスを担保に百万の融資をしてもらい、墨の絵協定の最終レースで。 216の一発勝負をした。やはりいつものようにわしの勘は外れ。214が優勢であったが、なんと6号艇がぐんぐんと上がってきょった。わしはよしこの勝負、216でもろたと思ったが、結局214で全ての銭が飛んでいった。元は回収よ。ギャンブル注文は怖いもんやの。そしては死釜の当たりにした。人面蛇は神様ではなくその辺にいている。ただの邪悪なとんでもない蛇やった。今度見つけたら棒で、つつき回したろと思もとんのや。 我またたでやがったな、このチンピラ蛇が、そりゃ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 、あっちへ行け。じいささん、ちょっっと待ってください僕でですよ、バッカスでこのような流れでプリウスは手元にないということや、元若い収よ、また話がとんでもない方向にずれてもうた、この辺でそろそろ本題の話に入るとするか。元若い収よ、竹内組の本部長さんがうろつき容疑でパクられたやろ、この時に長野から関西に入ってたのは、 この二人だけではなく他にも数人の者が関西園で待機していた、というような噂を耳にしたことがあるか。じいさんよ、わしはあんたよりずっと前から長野に住んでる、それに長野での人脈はわしの方が上や、そのわしがその噂を知らんわけがないやろ、ちなみに三代目高山組長野支部でっか。お前は、その噂の出どこが長野支部というんやな、勝手に高山組の組織名を出してもええんか、わしは長野の裏社会の風の噂で聞いた、とお前に言うとんねんけどな。じいさん。 あんたわしを肩にはめる気でっか先ほどの言葉は今すぐ撤回させてもらいますわ9日の日に織田が大阪府警にパクられたことでこの日に絆の者が何らかの動きを見せるのではないかと思った竹内組は数人の者を関西に送り込んだその数人の2人が竹内組の本部長ともう1人が2代目王道会の会長さんやちなみにお前も知っての通り王道会とは三代目竹内組の本流組織で初代が宮下聡し現在竹内組の組長さんやじいさん 宮下という男は年は若いが、長野の裏社会ではかなり発言力のある男で、じいさんがよく言う突破者です。またこの男過去には、同じ長野に事務所を構えていた、三代目行動会の枝組織である、児童会を壊滅状態に追い込んだ一人の男でもある。そしてこの児童会の事務所が、現在三代目高山組長野支部として使われてます。じいさん、残りのものは関西のどこに潜伏してたんでっか。お妹と若い主よ、てめえはわしに鎌をかける気か。 そんなことはわしに聞かんでも、お前はよう知っとるやろ、さあお前の口から言いたまえ。じいさん、一説によれば神戸の福原辺りに数人の者が待機しており、おそらくこの者らも竹内組の関係者で、二部隊に分かれていたとかなんとか、また的はもうすでに決まっていた、というような噂ですが、さすがにこの者らが道具を持っていたかはわかりません。ですが的が決まっていた、ということなら道具を持っていたとしても何らおかしくもない話やと、わしは勝手に表まんのや。 元は海よ竹内組のものもで2部隊に分けられていた。ということは、やはり今回の仕事は竹内組が任されていたということやな。しかしながら大阪部隊が下手を打ち、うろつき容疑で大阪府警にパクられた。これを知った神戸部隊は、一目散に長野に撤退したということか。そしてここ一番の場面で、下手を打った竹内組は親分にどやされ、組織の軍門会議にかけられた、という噂もありますね。それともう一つ、帰りの高速でオービスが光ったとかなんちゃらかんちゃらです。<noise> その竹内組の下手打ちで、行動会は当局に今以上に目をつけられ、身動きが取れんため、また絆会への返しが長引くということかね。じいさん、それがですね、行動会はもうすでに関西園のどこかに潜りながら新たな的を狙っている。だが今回は観光令が惹かれているため、どこの組織が動いているか全く情報が入ってきません。そこで一体どこの組織が動いてるか、いつものように、じいさんの見立てを聞かせておくんなはれ。 元赤い衆君よ、どちらかといえば僕の見立ては的中する確率が非常に高いんだよ。一言で言いますと今回は、関西園に事務所を構える行動会の枝組織が動くと、僕は今直感的に見立てを立てたのである。じいさん、具体的に言うと、関西のどこの組織ですか 実は、門間の熊谷組は論外や、アコアは回収もいてないし、またやる組織ではなく、やられる方の組織や、となれば大体察しがつくやろ。今お前が心の中でピンときた組織で、間違いない。もうそれ以上のことは聞くなよ。後のことは時が経てばわかるはずや。それとなもう一つ、もしお前が行動会のものやったら、絆会の誰を的にかける。じいさん、今絆会はかなり弱体化している。わしやったら間違いなく絆会のトップを的にかけ、絆会を解散に追い込む。このやり方が一番手っ取り早い、とわしは思います。 私もお前と同じ考えやが、今の今まで織田は長年本宅に籠城していたため、的にかけることは至難の業であった、そして今は本宅以上に安全な場所ともいえる留置場にいている、こうなればどう考えても織田を的にかけることは不可能や、だがしかし、一回だけ、チャンスがある。T さん、その一回のチャンスとは、どの場面ですかお前がわしに聞くその場面とは、今回の件で織田が釈放された時や。元若い修行、これはあくまでもわしの見立ての話やが、もし今回の件で運よく織田が、 二日でパイになりシャバに戻ってきたとしたら、この時しか小田を狙うチャンスはない。じいさん、要は小田さんが当局から釈放され、本宅に帰る道中が、絶好のチャンスということでっか。とはかいしゅうよ、どう考えてもそこしかチャンスはないやろ。このチャンスを逃せば小田はまた籠城し、その後は組織犯罪で逮捕されたら、もう二度と小田を狙うチャンスは訪れん。しかしながらこのことは当局も把握しているため、これまた死難の技となる。じいさん、 結局のところ小田さんにとって一番安全な場所は、今小田さんが居てる場所であり、また小田さんが組織犯罪で当局に逮捕されれば、組織のトップをなくした絆会は遅かれ早かれ解散する。だが開始のできんかった、行動会のメンツがたたんということやな。 元は回収よわしはそのような流れになるやろうと勝手な見立てを立てとるちなみに先ほどにも言うたようにもし小田が20日でパイになり一旦釈放された時に行動会に金沢刺激みたいな捨て身の男がいていたならば言うまでもなく話の流れは変わるというお話であるごめんやっしゃ、すまねえがアンさんのお命もらいますえっ 今回の動画はシーズン4の1山マ組ン組 VS 行動会あまだれはサンズの川極真連合の兄弟分が死す哀れな男よのというお話であるそれでは本日もご視聴いただきありがとうございますよければチャンネル登録ならびにグッドボタンの方もよろしゅうにお願いします 本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。